9点の目代わりで気になったものを購入したので紹介したいと思います。1つ目はじゃん、 VT デイリースージングマスクです。開けてみるとこのような感じです。ここに小さいピンセットがついています。早速パックを使ってみたいと思います。結構液がひたひたに入っています。結構薄めになりますね。つけてみます。匂いも嫌な匂いがしないので快適につけれました。2つ目はじゃん、シカマイルドトナーパッドです。こちらは角質ケア、拭き取り化粧水、肌のキメを整えてくれるなど、いろいろな使い方ができるので購入しました。開けてみるとこのような感じです。このようなデコボコしたパッドがたくさん入っています。小さいピンセットがついているのでとても衛生的だと思います。使ってみてよかったらまた動画で紹介したいと思います。 VT の商品は公式で購入したのですが、たくさんおまけをつけてくれました。3つ目はじゃん、ずっと欲しかったものを購入しました。フィカの鍋セットを購入しました。じゃん、鍋は2つ入っていました。こちらは小さめの鍋でとても使いやすそうです。白とベージュのシンプルなデザインでとても可愛いです。大きめの鍋になります。こちらも先ほど紹介したものと一緒で、外側がホワイトで中がベージュの色味になっています。蓋もついていました。とても可愛いです。フィカシリーズを購入するのは今回で2回目になります。韓国のブロガーさんも使っているので同じものを購入できて嬉しいです。このお鍋を使って料理も頑張りたいと思います。以上が9点の購入品でした。おすすめの商品があったらぜひコメントで教えてください。次に前回購入した9点の商品で使って良かったものを3つ紹介したいと思います。1つ目がじゃん、メディヒールのパックです。どちらのパックも
保湿力が高くて良かったので頻繁に使っています。1枚ずつ個包装になっているので旅行にも持って行きやすいです。2つ目がじゃん、ワンデーユーのノーモアブラックヘッドです。こちらは Q10 でも有名な毛穴の商品だと思うのですが、とても良くて使っています。こちらを使用すると毛穴が少し目立たなくなるのと、鼻がトーンアップする気がするのですごくおすすめです。こちらの商品を使うときはこのコットンを使って染み込ませています。このコットンは形が鼻にフィットするのでとても使いやすいです。3つ目はデイチークのマスカラです。こちらはダマになりにくいのでとても好んで使っています。カラーも実際につけてみると黒に近い色味なので仕事でも使いやすいと思います。パッケージもとても可愛いので使うたびにテンションが上がります。以上が使ってみてのおすすめ商品でした。また使ってみて良かった商品あったら動画で紹介したいと思います。今日は汚くなってしまったメイクボックスをきれいにしていきたいと思います。上の段から整理していきます。レシートはまとめてジップロックに入れておきます。コスメの空箱は使わないので捨てたいと思います。IKEA のカゴに入れていたアイシャドウも収納していきたいと思います。食後のアイス。大好きなカルディのドライマンゴーを食べたいと思います。Thank you.
Thank you.